久保さん、今ちょっとコンサルしてたんですけど、まあ、今回の題材は「歯磨きなんでできるんですか?」にしましょうか <laughs> まあ吉谷さんってなんでそんな行動できるんですかみたいに言われたんですけど、まあ、そのコンサル生にねいやその質問って歯磨きなんでできるんですかって言ってるようなもんだよみたいな <laughs> 歯磨きってなんでするかっていうと虫歯にならないためじゃないですかもしくは口臭ですよね 人前に出るから口臭がとか、まあ、大体大きく分けたはこの2つじゃないですか虫歯にならないため、まあ、あとはまあ歯をきれいにするホワ,ホワイトニングみたいな、ね、白く保つっていうところだから3つか大きく分けると、まあ、これぐらいじゃないですか何で歯磨きするんですかみたいなで僕が行動する理由はシンプルでお金を稼がないといけない終了です <laughs> 終了 だからこれドリームアカデミアの究極のマインドセットでも言ったんだけどもあのなんでみんな行動できないのかっていうと僕いろんなお客さん見てるんですけど結局行動しなくても飯食えるんですよねうん <laughs> 行動しなくても現状維持できちゃうんですよで僕行動しなかったら現状維持ができないんですよねだから行動するしかないっていうね単純にうんだから売れるまでやるし売り上げ作るまでやるし ただそれだだけななんんですよね給料ないんで、うん、だからここがねなん,かなんかみんな余計な不純物を入れてるんだけどもなんか行動できない理由だったりとかなんかいろいろなあだこだ言うんだけどももう何で歯磨きできるんですかっていうそのねもうほんとシンプルな行動原則ですよ松下幸之助さんがね雨が降ったら傘をさすとこの行動シンプルなね行動原理原則にもう全て入ってると一緒ですよ歯磨きもん <laughs> で歯磨きできるんですかみたいな 変わんないですよね。だけどみんななんか本当に不純物入れまくってるなと思うんですよね。いつも。まあ僕の吉谷拓郎公式ブログも立ち上げた時にシンプルイズベストっていうキャ,サブキャッチコピーつけたんですけど、シンプルであると。シンプルが一番スマートでベストであると。シンプルイズベスト。これですようん。シンプルに動けばいいと思うんですよね。シンプルにやればいいと思うんですし。 シンプルに稼げばいいと思うし、お金に困ってるんだったら、シンプルに稼げばいいだけなんで、単純に。うん。あと、シンプルにあの、自分のスキルはアップすれば、今の給料が少ない理由って、なんでかっていうと、あなたがその会社で、えー、価値を感じ取,れ取られてないってことですよね。もしあなたが、えー、会社から価値をお感じれてる人だったら、 間違いなく給料上がるだろうし、お前がいるからうちの会社は成り立ってると、給料やるよってなるだろうし、でもどうでもよかったら給料上がんないだろうし、自分の価値、自分のスキルだったりとか、そういうのが上がれば、ね、おのずとお金が増えるわけで、うん。なんかその儲かる情報を買うとかね、そういうのじゃなくて、絶対普遍的なものですよね。うん。なんかそれを、 ちゃんと見つけてやればいいいいんじゃないかなかと思っぱり僕が動画をこう撮れる理由の一つとして要素として単純にしゃべるっていうスキルはあ自分のためになるなとで収入アップになるなとね NHK をぶっ壊すっていうねトークでねあの議員当選してるし <laughs> まあ過去をね坂の上ると 黒人で初の大統領、オバマ大統領も演説ですし、ヒットラーとかね。あと、まあまあ歴史上いろんなね、まあ演説、うん、あ,あったし、あの、まあそれで大衆は動いて、うん。世の中が変わってるわけじゃないですか。うん。人を動かすっていうね、有名な本もありますけども、人を動かせるようになれば、 お金は稼げるわけですよ。じゃあ人をどう動かすっていう、トークで動かすんですか、コピーで動かすんですかっていう、大体この2曲ですよ。大きく分けると。じゃあどんなスキルがあった方がいいのかっていう。で、久保さんが人前に立つ。それがおと一人前だみたいなね。人前に立って話せるかどうか。これは一つの意思なんだ。あの人との差っていうかね。うん、収入の差というか。うん。まあそれが苦手とかね、嫌いとか好きとかそういうのどうでもよくて。 もうシンプルに <laughs> どういうスキルがあればねいいのかっていうねイゴさんが何,だ何かの動画かの何かでねその今結構出てるねそのリラクで年商230億ぐらいああじゃあ230億バイアウトしてあの得たみたいなねリラクのオーナーさんが最近出てるんだけどもそのリラクの社長 そののさんのやり合いかなちょっと何、なんかで忘れましたけど、なんかその,あの、リアルテンポに興味ないかみたいなね。で、g o さんが、いや、僕、しゃべるだけで金稼いでるんで、全く興味ないですね、みたいな。喋 <laughs>、ね、<laughs> るだけでいくらでも稼げるから、リアルテンポなんかリスクあるし、絶対やんないよみたいなね。<laughs> そりゃそうですよね。喋れば金になるんで、すごいですよね。これ、やばないですか喋れば金になるっていうね。 <laughs> すごいですよねだからもう何だろうないや僕もリアルテンポやんないですけど喋 <laughs>、うん、れば金になるっていうだからそこの局地に行ければもういくらでもお金に困らないですよね、うん、だからそこに行けるように日々ね僕は DAIGO、まあ、さんみたいに有名にはなれないけれども日々磨くっていうねもう日々包丁を研ぎ澄ましていくっていううん だ自分の価値を上げるっていうことにフォーカスすればいいんじゃないかなっていう。で、自分の価値がしっかり世の中に必要とされるものになるっていうね。それが世の中に必要とされてないものだったら、どんな価値、自分の中で価値があると感じたとしてもね、世の中に必要とされてなければあの、何もお金にならないだろうし。だけど自分の価値を上げるっていうのはどういうことかっていうと、 もう悩みを聞いて悩みにアンサーしていくっていうそれで価値は上がりますからね。本当に目の前の困ってる人に対して悩みを聞いてアンサーするもうこれだけで価値は上がります。なぜならばその,人その人に対しての価値が上がるからですだから自分の価値というか相手が見る価値なんですよねだピカソの絵とかもそうじゃないですかピカソの絵を 誰が判断して、誰が価値を感じて、誰が何億円払うのかって話じゃないですか。それは見てる人なんで。で、その見てる人の悩みを聞いて、アンサーすれば、見てる人からすると価値は上がるわけです。先生になるわけなんで。うん。だからまあ、ドリアカの教えで、まずは一人のリーダーになりましょうっていう、僕は話をしてるんですけど、まあ、単純にそれをや,やっていく、積み上げていけばいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。いってらっしゃい。